今日は3月23日、今午前8時40分ですね。里芋掘りに来てますけど、わかります？これ掘ったわけじゃないんですよ。イノシシじゃないね。足跡ないから。タヌキかアナグマかですね。掘られてしまってるでしょ、これ。はい、こんな感じにやられますですね。はーい、こんな感じにやられてしまってました。まあこういうことでなかなかですね13貫地の農業は大変なんです。はい、あの辺にちょっと、イノシシが下ってきたんで、来てたんで、そこにメッシュしてますけど、全体、あそこまでずっとする必要がありそうですね。で、その辺から飛び降りてきてるようなら、その辺も、あそこまで繋ぐ必要があるし、ちょっと様子を見ながらですけど、とりあえずは、あの辺に今のところメッシュを1枚しかあの辺にしてないんですね。あそこにちょっと見えてるのは立てかけてるだけなんで、あと1枚2枚か3枚ぐらいこうする必要がありそうですね。あの辺ちょっとこう暗く見えるところがあるでしょ。おそらくあの辺を通ってるんじゃないかなと思ってます。はい、だからそこを塞ぐ必要がありそうですね。で、今朝来たら入り口のメッシュもかなり内側に押し曲げてました。それはイノシシでしょうね。でも入ってはいないみたいで曲がってました入り口の今開けてるメッシュですね。はい、そういうことでなかなかなんですはい、そういうことでちょっとこういう風にいろいろ掘り返されてますっていうのを映すためにちょっとカメラ出しました。終わります。